タワーブリッジは、イギリスのロンドン市内を流れるテムズ川に架か,かる、トベ海峡。1886年に、着工、1894年に完成した。稼働部分は、初期は、蒸気機関で水をパイプに通してトベ海部の端に、水圧をかけシーソーの原理を利用して開閉していたが、現在は電力を利用している。 イギリス指定建造物の第一級指定建築物に指定されている。第二次世界大戦中はドイツ空軍の爆撃目標、あるいは V2 ロケットなどの目標となり、1944年8月2日には V-1 ロケット一発がシャドウ部分に命中して被災した。タワーは近くのロンドン島に由来し、やはりロンドン観光の定番スポットであるが、 すぐ上流にあるミニオー、ロンドン橋落ちたで有名なロンドン橋と誤解されがちである。19世紀後半、イーストエンドオブロンドンの商業発展のためロンドン橋の下流に新たな橋が求められた。しかし、ロンドン橋とロンドン島の間にプールオブロンドンが存在し、入港の障害となることを避けるため固定された橋の建設はできなかった。 この問題を解決するため1876年に設立された委員会はデザインの公募を行いテムズ川を横断する方法を模索した。50以上集まった提案に対する評価の議論は長引き、1884年に都市建築家であるホーレス・ジョーンズの設計が承諾された。 上部橋の展示室内部橋の長さは二百四十四メートル。左右にある、ゴシック様式の主塔の高さは六十五メートルあり、内部は、展望通路、歴史博物館がある。主塔間の橋桁の長さは六十一メートル。上部橋の高さは四十四メートルである。塔のデザインは鉄塔を腐食から守る目的と、ロンドン塔の景観への配慮から、コンウール酸化光岩と、 ポートランド石で覆われている。首都上部には飛べ海用の水を流すパイプを通すために飛べ海時用の歩道橋が設けられた。首都の階段を上って通行できた上部橋は利用者が少なかったことから1910年に閉鎖されたが、エレベーターが設置されて1982年に展示室として公開された。 まるで城のような非常に豪華な塔が並ぶことから、世界一美しくて豪華な橋、世界一有名な橋などと称されることもある。ビジット・オール・オーバー・ザ・ワールド・ロンドン・ブリッジ、ハット・ロンドン・ブリッジ vs タワー・ブリッジ・ハット、ロンドン・ブリッジで動画を検索した結果、ありがとうございます。